前回この辺まで多分動画に上げたと思うので、その続きを今やってます。オート戦闘中ですね。オートタップ1秒間に10回自動タップっていうのを今やってます。だから自動ですね。なんだ、新しいの来たの。偽占いおばさん、これあれじゃねえ、なんか地獄に落ちるわよっていう人に似てね、いいのかこれ。ああボス、なんだこれ、なんだこれ、漁船。比較的北の方から来てるっていいのか、そんなこと言っちゃって。タイはないとか言ってくる、タイはないって言ってくる、本当はあるだろう。ちょっと危ないな、これ分かった。初めて分かった。それだけこっちのレベルが高くなっているってことが正直ですよね。はい、北からの道を通過しましたよ。工場地帯、76で限界だなと思います。レベル、さあこいつを倒せっかどうか。攻撃力2倍ならこっちの方が早い。さあ倒せます。はい、倒した。はい、はい、転生しようと思います。転生します。はい、転生しました。で何をするかと言いますと、
さあ、ボス来たよ。ドローン。ドローン逃げるんだけど、やっつけたけど逃げやがった。随分逃げたね。さて、いよいよ100年になりましょう。100年、100年いきます。はい、100枚クリアした。はい、スサノオを倒しました。何のジブリアニメ？倒します。転生しましょう。これ以上は進めないでしょう。100年でギリギリでしたからね。はい、では何をするかと言いますと、これですね。なんかいいの来いよ。お宝雑魚出現率か、種マシンガンスキル効果か。どっちがいいかな。お宝雑魚出現率もあったか。まあ、こんなもんだな。はい。